沖縄県難病相談支援センターアンビシャス難病情報誌ボリューム143、えー、今回の表紙はですね仲間をたくさん作り楽しく暮らしやすい石垣島を作っていくのが私の目標であり夢なんですということで金城、えー、大介さんがですね えー、表紙で、えー、にこやかにですね映、えー、られております、えー、金城さんはですね、えー、現在は石垣島にですね、えー、お住まいということですさあそれでは今月のメニューです表紙は語る脊髄性筋萎縮症アンビシャス通信2月の報告あれこれお役立ち情報心の現場から ひとつなぎの志速報中間報告難病対策に関わる法律、えー、地域だより掲示板患者会の掲示板アンビシャスメモエッセイ患者団体だより読者の声アンビシャス広場心の雑学ポエムおすすめ映画情報今月の占いそして今月の保健所情報となっています。 アンビシャス解放誌、ボリューム143、2ページ目、3ページ目です。2ページ目、3ページ目は、表紙は語る。ということで、今回はですね、金城大輔さんが特集されております。金城大輔さんは1980年、名護市のお生まれだそうです。仲間をたくさん作り、楽しく暮らしやすい石垣島を作っていくのが私の目標であり、夢なんです。 私の病名は脊髄性筋萎縮症。筋肉が次第に弱くなり、最後には必ず寝たきりになる。今できたことがもしかすると明日はできないかもしれない。わかりやすく病気の説明をするとそんな感じです。発症当時のことははっきり覚えてはいない。なんせ生後6ヶ月くらいと聞いている。ただ、とある光景は覚えている。 それはいつも変わらない外来受診のはずがエレベーターで2階に上がり病棟の部屋へ案内された手元には三輪車とゲーム機ベッドの上でゲームをやっている後ろでは親が看護師に頭を下げていた戻ってくるなりジュース買ってくるねって言うからうんって答えてしまっていたゲームオーバーになって初めて気がついたいない親がいない その時は泣きながら看護師に抱っこしてもらい駐車場へ行きました。大声で泣きながら。それがその当時の思い出かな。それから始まった入院生活。たくさんの仲間と共に遊んだりして過ごすことが楽しくて仕方がなかった。つい最近、バットが持ちにくくなったんだよねって話をすると、決まって順調だねと言われる。そう、進行してるってこと。 自分たちのことをよく知っている仲間だからこそよく言う冗談だと思う徐々に筋力が落ち17歳の時に気管切開をした初めはかたくなに拒否をした怖い遊びに行けない声が出ないなど妄想が膨らみ気管切開が人生の終わりを意味してしまうように感じたからだしかし体は素直だった呼吸器をつけると違和感はあるものの楽になった さて様々なことがあり転機を迎えたのはちょうど二十歳くらいかな家族が僕を元気つけようと計画したシアトル旅行何もかも諦めていた僕にとってまさに夢物語だと思っていたこと実際にシアトルに1ヶ月滞在して感じたことはまだまだやれることはたくさんある呼吸器をつけながら街中を歩いている人がたくさんいて 決してできないことではないってことを学んだそれをきっかけにいろんなことに挑戦することになった私の今の日常の動きは仕事仕事仕事寝るです今の仕事に着く前は自立生活センターイルカのスタッフをしていましたイルカとの出会いによっていろんなことに気がつきました自分自身のことだけではなく仲間一人一人のことを考えて行動したり 生き方を考えたりと1年半前に石垣に引っ越してきて自立生活センター南十字星の代表をやっています初めは私自身に勤まることなのかすごく悩みました「本島では街中を当たり前のように車いすで歩いているのに石垣にはなかなか見かけられなかった私に今できること障害を持っていても普通に生きていいんだってことを見てほしい」 呼吸器をつけても地域生活できるんだよってことを伝えていきたい。いろんな問題があり、家族が離れ離れになってしまい、戻りたくても戻れない。幸い事実を目の当たりにしました。辛い事実を目の当たりにしました。なんとかしてこの状況を変えていきたい。だから私は思いました。私,私自身が楽しんでいる姿を見てもらおうと。 自分の中でいつも大切にしていることは夢バカバカしいかもしれんけど夢見てなんぼ語ってなんぼやねん以前よくやっていた夢マップ石垣に来て仲間と久しぶりにまたやったたくさんの夢が出てきたそして書いた夢はパラグライダー思いは正直たくさんありましたハンディがあってもそれを理由に夢を夢物語で終えてほしくない 夢って見てもいいもんや、えー、いいもんなんや、叶えたらいいんよってこと、と、その夢を一緒に終えるスタッフを育てたかった。一人でできなくてもたくさんの人を巻き込めばいい。訪問看護の方が怪我しないかねーって心配しつつ応援してくれた。その時私はこう言いました。骨折れても生活はなんも変わらない。まんまやまんま。 ははって思われるはずね病気は進行性なんでいつかは動けんくなるでも怖くない生き方を知っているからすべをねだから今骨折しても何も変わらないちょっと無茶なところもあったけど「自立」という言葉が持つ意味を少しでも壊していけたらと思っています。 そして仲間をたくさん作り、障害を持っていても楽しく暮らしやすい石垣を作っていくのが私の目標であり、夢なんです。ということで、えー、金城輔さんがですね、アクティブにいろんなことにチャレンジしている写真が、えー、掲載されております。えー、まず大きくドンと掲載されているのが、生まれて初めてのパラグラ,パラ,グライダー体験、計画から7ヶ月かかった初フライトということで、えー、この大輔さんがですね、 まあ、インストラクターの方と一緒にそのパラグライダーに乗っている様子を掲載されております。えー、そしてもう一枚にはまたこちらもですねパラグライダーを楽しんでいる様子なんですが思っていたより安定感があって安心爽快な空中散歩ということで。 そしてですねもう一枚の写真では自宅からアパート自宅アパートからの通勤途中ということで、えー、車椅子に乗ってですね、えー、通勤している模様がですね、えー、写真で掲載されておりますはい、えー、近所大輔さんは1980年名護市生まれ平成24年7月に石垣市に障害当事者が介護事業所運営をすることで 当事者が本当に望む解除サービスを実現させることを目的とした自立生活センター南十字制を設立初代代表者となっておりますということで、えー、アンビシャス解放誌ボリューム1432ページ目3ページ目でしたアンビシャス解放誌ボリューム1434ページ目です2月の報告あれこれ アンビシャス設立12周年記念感謝の集いアンビシャスは2月14日をもって設立12年を迎ええー、今日までのご支援に感謝の意を込め2月22日土曜日設立12周年感謝交流会を開催しましたアンビシャスとしては初めてのことですがちょうど干支が一回りした今年支援者の皆様や関連機関の皆様をお招きし これままでのの活動の報告をさせていたただきました当日はセカンドオピニオンで長年医療相談をご担当いただいている金城先生木嘉先生へ感謝状を贈呈させていただきました今日のアンビシャスがあるのは県のご指導をはじめ各保健所担当者各患者会のご協力多数のご支援の皆様など多くの人に支えられてのことと深く感謝申し上げます ということでこの設立12周年感謝交流会の模様がですね、えー、写真で掲載されております、えー、皆さんこう記念写真でね、えー、横一列、えー、になってですね写真に収まっております続いてコミュニケーション支援勉強会2月25日火曜日大浜第一病院のホールを会場にコミュニケーション支援勉強会を開催しましたこれは人工呼吸器など装置を 装着により声を失った方とのコミュニケーションの取り方についての勉強会です。患者家族医療支援関係者など40名近くの方が参加しました。元会の宇田先生より訪問リハビリでのコミュニケーション支援の現状と課題についての事例発表。テるきなより無料ダウンロードソフトハーティーダラーの操作法の説明があり。 参加者からも有意義な勉強会だったとの評価をいただきましたアンビシャスとしてはこの勉強会を定期的に継続実施していく予定です次回参加ご希望の方詳しくはアンビシャス事務局までお問い合わせください続いて RDD2014 in 沖縄毎年2月末日は世界気象難治性疾患の日 レアディディーズデイ略して RDD です、えー、これはより良い診断や治療による、えー、難病患者さんの生活の質 QOL の向上を目指して2008年スウェーデンで始まった活動で日本でも RDD の趣旨に賛同し2月最終日にイベントを開催して今年で5回目を迎えました ここ沖縄においても県民の皆様に難病に関する情報を広く提供する場を設け、えー、難病者の QOL 向上に向け理解と協力を得るため、県庁1階ロビーを会場にパネル展を実施しました。県庁職員、県庁訪問者などで関心の高い方が熱心に見学、主に当事者家族、友人などからアンビシャスの場所、活動内容などについての質問が多くありました。 ということで、ちょうどですね、その県庁のおこの広場でですね、1階ロビーのところで、その展示パネル展が行われている、その様子が掲載、写真で掲載されております。ということで、アンビシャス解放誌、ボリューム143、4ページ目でした。アンビシャス解放誌、ボリューム143、5ページ目です。 お役立ち情報、心の現場から、今回もです、ね、臨床心理士鎌田えりさんより頂戴しました重病呼吸法心の安定法2011年3月11日の東日本大震災から3年が過ぎました被災された方々と関係者の皆様方に心よりお見舞いを申し上げます 3年が経っていますが、今になって心理的なストレス反応が出たり、フラッシュバックで苦しんだりしている方もおります。改めて大震災を思い起こすと、私は身内が被災したので、その時の光景がありありと思い出されます。安否確認に奔、えー、走し、食料やあ生活用品を買いに走り、宅急便で送り、 神経のままさされれたた日々を送っていいこことが思い起こされます。臨床心理士なので身内の話をいろいろ聞いてできる限りのことをしました震災を経験していないと経験した方のことを本当の意味で理解はできないとしばしば言われます病気でもそうで患者でないと本当の意味で理解できないとも言われます 災害をなくすことはできませんが備えをすることはできます難病を抱えているあなた自身がいかに災害を乗り越え被災してもいかに自分の生命を維持することができるかという備えを改めて考えることが必要なのではないでしょうかそれぞれの生活に必要なものがあると思いますしそれはすでにご存知だと思いますのでここでは災害や病気の告知の時に 心の安定を図る一工夫として10秒呼吸法を紹介します。両手をお腹に軽くのせ目を軽く閉じ123で鼻からゆっくり息を吸って4で止め5678910で口からゆっくり吐く数えるスピードはそれぞれ無理のないような速さで構いませんし 呼吸器をつけている場合には息は自然のままで頭で呼吸を数えるだけでもかまいません安全な状態で呼吸を整えることによって落ち着き冷静な判断と行動ができるはずですということで今回はですね10秒呼吸法についてですね鎌田恵里さんに紹介していただきました続いてひとつなぎの志お医者さんごっ ということで今回もアンビシャスのテルキナさんより頂戴しました。お医者さんごっこ、患者同士で互いに相談することをピアカウセリング、ピアサポートと言います。ピアは仲間という意味です。始まりはアメリカの学校教育現場からだと聞いています。学生同士でのピアサポートは先生という立場の違う者のとの相談ではなく、 同じ学生同士で課題を解決する仕組みなのです。国家資格を持たない者でも相談、カウセリングをするということです。もちろん、ピアカウセリングの鉄則を把握していないと失敗します。昨年亡くなった精神科医、作家の奈田稲田さんの提唱している心医者というのがあります。著書、心医者入門。 では心医者と医者の職種を名乗っていますが本物の医師ではありませんあくまで人の心の悩みを聞く人のことを言います心医者の一番必要な能力は我慢することだと言っています詳しくは表現できませんが誰にでも心医者になれると名田稲田氏は唱えています患者が患者の話を聞く といいう身近な存在ががあるるるだけでで助かる人がいるのです医者と名乗ることに抵抗はありますし相手に医師免許を持っているかのように勘違いされても困りますがより広く課題解決を可能にできる仕組みなので私も広げていきたいのですあなたも心のお医者さんごっこをやってみませんかということで今回はですね お医者さんごっこというタイトルで一つなぎの志を紹介しました以上アンビシャス解放誌ボリューム1435ページ目でしたアンビシャス解放誌ボリューム1436ページ目です速報難病対策に関わる法律括弧案が本年度施行予定です こちら速報で中間報告ということです。新年度平成,24年、えー、平成27年1月から難病の法制化が始まる予定です。平成25年度第1回1月30日疾病対策部疾病対策部会資料、えー、参考資料から抜粋した内容をご案内いたします。 新法成立はまだなので、えー、最終版ではありませんということでこちら平成26年3月18日現在だそうです、えー、まず難病難病の定義患者数などによる限定は行わず他の失策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし調査研究患者支援を推進 発病の機構が明らかではなく治療方法が確立していない、えー、希少な、えー、これは、えー、希少な疾病であり長期の療養を必要とする、えー、こちら指定難病医療費助成の対象はですね難病のうち以下の要件の全てを満たすものを 患者の置かれている状況から見て良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして厚生科学審議会第三者的な委員会の意見を聞いて厚生労働大臣が指定ということです。えー、患者数が本法において一定の人数に達しないこと、えー、こちら注意書きがありまして人口の 1> 1以下であることを厚生労働省令において規定定すする予定だそうですこの一定の人数というのは人口の0.1%程度以下であることを厚生労働省令において規定する予定だそうです。客観的な診断基準、括弧、またはそれに付随するものが確立していることということです。はい え例えば、これ、対象疾患数56疾患から約300疾患、対象となる候補の疾患数うということだそうです、難病対策に関わる法律の施行について、こちら、案だそうですが、平成27年1月から既存疾患と新規疾患先行分について、新たな医療費助成を実施。 新規疾患の指定には十分な準備期間が必要であり平成27年夏から新たな制度の実施が想定されるができるだけ早い時期からの実施が望まれることから既存疾患と新規疾患の一部については平成27年1月から前倒して医療費助成を実施平成27年夏から新規疾患すべてについて新たな医療費助成を実施 新規疾患すべてについて平成27年度の夏から医療費助成を実施ということですはい、えー、こちら即応ということで中間報告になりますがあこの難病対策に関わる、えー、法律案が本年度執行予定ですというお知らせを紹介しました以上アンビシャス解放誌ボリューム1436、えー、ページ目でした アンビシャス解放誌、ボリューム143、7ページ目です。2014年4月の各団体定例会交流会スケジュール。えまずは、沖縄クローン病潰瘍性大腸炎友の会。4月9日水曜日夜7時から夜9時まで、長良県所3階会議室で行われます。続いて、八重山クローン病潰瘍性大腸炎患者家族の会。 4月12日土曜日お昼2時から夕方4時まで八重山福祉保健所で行われます全国膠原病友の会沖縄県支部4月13日お昼2時から夕方4時まで那覇市保健所3回会議室で行われます沖縄クローン病潰瘍性大腸炎友の会中部地区こちらは4月15日火曜日 夜夜時時からままでで沖縄市福祉文化プラザで行われます真剣な神経難病友の会八重山4月17日木曜日お昼2時から夕方4時まで福祉センターボランティア推進室で行われます教師所皮膚禁煙豊拓会4月22日火曜日お昼2時から夕方4時までハイバル町社会福祉センターチムぶく館で行われます 全国パーキンソン病友の会沖縄県支部4月27日日曜日お昼1時から夕方4時まで長章県所3回会議室で行われます全国肛原病友の会沖縄県支部こちら日程調整中です場所は沖縄市福祉センターで行われるということですなおですね詳細は各患者団体連絡先へお問い合わせくださいということです えー、それでは沖縄県内難病患者団体、えー、一覧で連絡先お伝えします沖縄クローン病潰瘍性大腸炎友の会代表者は宮本さん電話番号07054012620もう一方上原さん電話番号07058194876 続いて、全国講原病友の会沖縄県支部代表者はアハレンさん。電話番号09019442441。続いて、もやの会沖縄ブロック代表者は金城さん。電話番号0988795591。続いて、全国パーキンソン病友の会沖縄県支部代表者は又吉さん。 電話番号09082941974続いて日本 ALS 協会沖縄県支部、えー、代表者は伊波さん連絡先は新里さんです電話番号09050284599続いて 全国勤務力賞友の会沖縄県支部代表者は武田さん電話番号07054828541もう一方松田さん07054921084続いて日本網膜色素変性症協会沖縄県支部代表者は長峰さんです えー、各地域、えー、部会が分かれておりますまず北部部会は代表はイラハさん電話ファックスともに0980531262続いて中部部会は金城さんメールアドレス小文字で CHI 数字で070907 アットマークヤフー .co.jp です続いて南部部会はトーマさん電話番号は080-6495-6846続いて那 a 浦添連絡員は本永さん電話番号098-996-1991 続いて、八重山部会は平さん。電話番号、090-5081-5622。続いて、神経難病友の会、八重山。代表者は松戸さん。電話番号は、090-6635-4185。もう一方、島中さん。090-8763。 続いて八重山クローン病潰瘍性大腸炎患者家族の集い代表者は内間さんそして村山さんです内間さんの連絡先09097848219村山さんは09011796912続いて 教師所、皮膚、禁煙、ユンタク会。代表者は、伊勢なさん。電話番号、09037920199。続いて、MS 友の会。代表者は、中里さん。電話番号、09082903569です。 続いて、クローバー友の会、原発性免疫不全症候群。こちら、連絡先は、アンビシャス事務局となっております。アンビシャス事務局、電話番号は09、098-951-0567です。ということで、アンビシャス解放誌、ボリューム143、7ページ目でした。 アンビシャス解放誌、ボリューム143、8ページ目です。アンビシャスメモ、エッセイ、マイトビーがやってきたということで、今回は初期田さんよりエッセイ頂戴しました。マイトビーがやってきた。マイトビーを特例補送具、重度身体障害者医師伝達装置と認め、その価格を補助します。役場から通知が届いた。 マイトビートは視線で文字を拾い文章を綴ったり会話,ができ、えー、会話ができるパソコンだまだ沖縄ではあまり知られていない機器だ病気が進行し今では動くのは目だけである会話や文章を書いたりするのは全て文字盤だけとなった文字盤は相手が目の動きをうまく捉えなかったり早と治療したりで思いが伝わらないことが多い その点、マイトビーは自分の思いを直接綴ることができるのでストレスが少ない。エッセイや日記を書くのも楽になった。また、メールができるのもいい。特にアメリカにいる娘とのメールは一番の楽しみだ。特例補送具の申請は各市町村役場で行う。 その時窓口の担当者が申請者の生活の不便さをいかに受け止めてもらえるかが重要だ。何せマイトビーは高額の危機だ。申請を認めたとしても果たしてうまく使えるかも気になるのも当然だ。ALS の年間の発症率は10万人に1人から2.5人と言われている。現在私の住む村の患者は私1人である。 重度の障害があっても住民一人一人を大切にする行政運営がなせることが我が村を誇りに思う窓口の担当者及び関係者そして村長さんありがとうございますさらにマイトビーの情報を寄せてくれた患者会のユウさん役場の担当者にアドバイスをしてくれた県の担当者保健師ケアマネージャーにも感謝します とということで、えー、今回は初期田さんにマイトビーがやってきたということでエッセイを書いていただきました続いて患者団体からのお便り全国パーキンソン病友の会沖縄県支部より感動感動の連続のバスツアーということで、えー、こちら全国パーキンソン病友の会沖縄県支部事務局長の又吉さんより頂戴しました 那覇から出発、中部の会員さんを乗せ、北部の会員さんを乗せ、氷オーシャンタワーまで足を伸ばし、絶景コバルトブルーの海、そこから泉の茶屋で美味しい料理をいただきながら、さすが有名なバスガイドさん、運転手さんの民謡に酔いしれて手拍子、カジャーシーも飛び出し、楽しい一日。ご両親がパーキンソン病、一緒に参加してくれた娘さんに感動しました。 5月にはとてもとても素晴らしい講演会を計画しています。ぜひご参加ください。ということで、こちら患者団体からのお便り紹介しました。続いて読者の声、リーダーズボイスです。ペンネーム、たまちさんより頂戴しました。元気発信の解放しアンビシャスを楽しみにしている一人です。内容構成が充実しているし、読み進める。 読み進めさせる紙面作りが嬉しいです。毎回表紙は語るで感動しアンビシャスメモで学んでいます。アンビシャス広場で得るゆとり情報もいいですね。知得情報満載の解放し大いに活用させていただきます。ということでペンネーム田町さんより頂戴しました。 いつもアミノツーシをご愛読くださり感謝申し上げます。皆様のご意見、ご希望、ご感想などをぜひ読者の声、リーダーズボイスにお寄せください。紙面でご紹介させていただきます。ファックス番号は098-951-0565。メールアドレスはすべて小文字で、info.com a m b i t i or.jp u s o i nfo.a m b i t i o u s.or.jp です。ということで、Ambitious 解放誌、ボリューム143、8ページ目でした。 アンビシャス解放誌、ボリューム143、9ページ目です。アンビシャス広場。まずは、えー、心の雑学です。今回も戸口優子さんより頂戴しました。同じ話、愚痴や自慢話を何度も繰り返す人がいますよね。単に認めてほしい、理解してほしい現れです。聞いている方は耳にタコだよと思いますが、優しく聞き流しましょう。中には話題がない場合に、 ということもあるようで、ボキャブラリーが希薄なだけかもしれません。ということで、えー、戸口さんより紹介していただきました。続いて、ポエムです。今回も竹村さんより頂戴しました。タイトル、今より先の。先の見えない人生は怖くて嫌だって思ってた。だけど、先が見えてる人生の方が怖くてたまらない。 ということで、今回もポエム、竹村さんより頂戴しました。続いて、おすすめ映画情報です。えー、今回も戸口優子さんにえ紹介をしていただいております。今回二2作品え紹介していただいております。リンカーンの映画ということで、まず1つ目、リンカーン2012年、アメリカの作品です。スティーブン・スピルバーグ監督の2012年作、リンカーン 史上最も愛された大統領と言われるリンカーンの南北戦争と奴隷解放を主にした作品です。そしてもう一つ。えー、2010年のアメリカの作品。声を隠す人。ロバート・レッドフォード監督の声を隠す人。こちらはリンカーン暗殺に関与したアメリカ史上初めて死刑となった女性の話が主だそうです。はい。 徳地、えー、さんによりますと2作品を合わせてみてほしいです私は声を隠す人の方が良かったですということですさあ続いて今月の占いですまずはお羊座おいしいものを食べて心と体に栄養をおすすめスイーツはアップルパイです続いてお牛座ヒーリング効果のある音楽を聴いてリラックスおすすめスイーツはミルフィーユです 続いて双子座。寝つけないときは無になり、瞑想をしてみて、おすすめスイーツはどら焼きです。続いてカニ座。イライラしたら切り替えスイッチを見つけて、おすすめスイーツは和菓子です。続いて獅子座。コミュニケーションは挨拶から始まります。おすすめスイーツはマフィンです。乙女座。 木、花、観葉植物で部屋や家にマイナスイオンを。おすすめスイーツはパンケーキです。天秤座、もやもやしたら思いっきり考え、悩んでみて。おすすめスイーツはシュークリームです。さそり座、不必要なものは、えー、断捨離、えー。執着心は捨てましょう。おすすめスイーツはタルト。 続いて、いて座。自分自身を大事に、大切にしてみましょう。おすすめスイーツは、まんじゅうです。やぎ座。人の振り見て我が振り直せ。日頃の行いに注意。おすすめスイーツは、シフォンケーキです。水亀座。諦めも肝心。そこから新たなスタートが。おすすめスイーツは、チーズケーキです。 魚座、ゴロゴロもいいけど、早起きは三文の徳。おすすめスイーツはプリンです。さあ続いて、編集後期です。アンビシャスが NPO 法人として設立から今年2月でちょうど12年が過ぎました。2002年の年に産声を上げ、早12年。 この間多くの方々のご支援を受け、お知恵をお借りし、今日に至りました。開放誌も法人設立1ヶ月前の1月18日に第1号を発行以来、回を重ねて、えー、今月で143号となります。発行当初は毎月発行とまではいきませんでしたが、徐々に内容を充実させ、今では難病当事者のみならず、医療関係者にも注目されるまでになりました。 これも読者の皆様のご助言やご協力によるものと心より感謝申し上げます私たちは初心を忘れず難病情報誌として皆様のお役に立つ紙面づくりをこれからも心がけてまいります今後ともご支援のほどよろしくお願いしますということで編集後期紹介させていただきました以上アンビシャス解放誌ボリューム1439ページ目でした アンビシャス解放誌、ボリューム143、10ページ目です。2014年4月の各保健所からのご案内。えー、北部福祉保健所、中部福祉保健所、南部福祉保健所、えー、4月の予定はございません。続いて、宮古福祉保健所、えー、四つ葉の会、抗原病友の会が4月19日土曜日お昼2時から夕方4時まで えー、宮古保健所1階危機管理室で行われますそして、えー、トゥンガラの会神経難病患者家族の集いが4月25日金曜日お昼2時から夕方4時まで、えー、宮古保健所健康増進室で行われます、えー宮,古福祉えー、宮古福祉保健所電話番号は0980728447 続いて、八山福祉保健所、4月の予定はございません。えー、続いて、那市保健所も4月の予定はございません。ということで、急、え、な、ー、日程変更などがあることもございますので、事前の予約確認を各自でお願いいたします。それでは続きまして、平成26年度産女会員募集のお知らせです。すべての難病者の生活の質向上に向け、夢を諦めない。 アンビシャスの活動の大部分は有志の皆様のご寄付と会員の会費で運営されています特に参助会員の皆様はアンビシャスの活動を安定的に運営する上で大きな存在ですアンビシャスでは平成26年度の参助会員を募集していますあなたも参助会員としてアンビシャスの活動を支えていただけませんか、えー、また、 すでにご登録いただいている参助会員の皆様、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。ということで、こちらなんですが、会費がですね、個人会費、会員、年会費が3000円です。で、法人会員は年間費1万円です。お申し込み方法は、アンビシャス事務局まで、電話またはメールでご連絡ください。申し込み用紙を郵送いたします。お問い合わせは、電話番号、 零九八九五一零五六七メールはインフォアットマークアンビシャスドットオーアールドット JP までよろしくお願いしますメールアドレスすべて小文字で INFO アットマーク AMBITIOUS ドットオアルドット JP ですよろしくお願いします。えー、事務局の中村さんまで、えー、よろしくお願いいたします。ということで、えー、アンビシャス解放誌ボリューム143、10ページ目でした。